はい、えー、YouTube で稼ぎたい方にメッセージなんですけども YouTube が得意じゃないと稼げないですよやっぱりどういうふうな動画を上げるのがいいのかとかねどんなサムネイルがいいのかどんなタイトルがいいのかそして動画をたくさん量産する能力があるのか時間を作れるのかネタを拾えるのかってことですよねあの得意分野がない人ってのは稼げないですよ YouTube に限らず得意だから稼げるわけですよね 他の人ができないから、その人から依頼されるわけじゃないですか。でも得意分野ってそんなにね、レベルの高いことやらなくていいんですよ、うん。強いて言えば、こういうふうに考えてください。自分よりも上手な人になればいいんですよ。自分よりも上手な人に思われればいいんですよ。例えば私はですね、えー、もう46歳なんですけども、私が苦手なことって結構あるんですよね。例えば子育てしたことないんで、今オロオロしてます。じゃあ、子育てのコンテンツを私にセールスしてきた人いますかって言ったら一人もいないんですよ。 ここまで言ってるのに。いやー、なんかもったいないビジネスチャンス逃してますよ。私、専属で頼みますよ、その人に。ね。お金なさそうに見えます。ね。派手なこと言ったら。だから、子育てはどういう風にしたらいいのかなっていうコンテンツをやってる方が、そっか自の中とか、私の動画の視聴者さんの中にいれば、その人に依頼したいですよね。コンサルティングを。こちらから。うん。でも、今のところオファーはありません。で、私は、見ず知らずの人に頼むか、地域の おーそういったね活動されてる方にお願いするか見ず知らずの人に頼むことになると思います非常にもったいないなと思いますよね子育てを経験した方が私のそっか塾の中に何人いるのかなと思うんですけどもなかなかそっからはコンサルの依頼が来ないということで、えー、もうすぐね私ももう 10, 10ヶ月かうんそうですねもう来月9ヶ月目ですからねもうそろそろ専門の方があついてその方と一緒に 助産師さんととと一緒にってことになると思います、うん、だからねこういうふうに自分の方が得意だよーっていうものを目の前の人と比べて見つけられればそれがビジネスの始まりであり自分の得意分野の開拓なんですよで私がね YouTube についていろいろお話できるのも私よりも YouTube の実績がない人とか YouTube がよく分かってない人からの質問を答えてるだけなんですよ私よりも得意な人から質問は全く来ないですからねうんそう考えていくとあの YouTube も 私は10年もやってますんで、得意分野でもあります。えー、YouTube で一定の利益も出てますんでね。えー、おそらくね、副業でこのぐらい稼ぎたいなーって方の第一段階、10万円前後とかね、5万円前後っていうのは、YouTube だけで私はずーっと言ってますから。で、YouTube 関連の収入ってなると、これはもっと莫大ですよ。うん、本当に、うん、人のね、年収みたいな月収になってるかもしれませんよね。うん。まあ、そう考えていくと、やっぱり、自分の得意分野って何だろうと。自分にしかできないものって何だろうと。 自分のところにしかないものは何だろうっていうふうに掘り込んでいく自分を探す旅がこの YouTube かなっていうふうに感じることもあるんですけどね。さあ皆さんは YouTube でどんな情報発信をするでしょうかそしてその情報発信は誰の役に立つでしょうか誰から求められるでしょうか この辺がねものすごくう大事になってくると思いますよねえ特に特別なものを持たなくても自分の生きてきた証ってものがそろそろ発信できるんじゃないかなと思うんですよ自分の関わってた業界の裏話とかねこんな意外な面があるよとかねこんなに心の温まる話を私は知ってますよとかねいろいろネタがあると思いますんで、えー、ぜひね自分の人生をしっかりと振り返ってみてフォーカスしてみるといいんじゃないかなと思いますどうししても見つからない場合は本日アップロードした ミスターマイアミさんへのね、メッセージ。え、なんですかね。ちょっとタイトルつけたんですけどね。えっ、ー、と、YouTube でチャンネル登録者数を増やす方法かなんかかな。忘れてましたけども、そういうものの動画を見ていただければと思います。それでは失礼します。